はい、ガンチャンネルです。はい、よし、今回はコラボ企画。はい、僕のチャンネル知ってる方も多いと思います。知ってましたね。はい、知ってると思います大体の方。はい、プラド乗っているパパの好きなもの詰め合わせのカズさんです。はい、よろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。よし、なんだかんだでコラボしようしようって言ってたんですけど、そうですね、イナーシブであって、はい、なかなか日程が合わず、はい、今日に至ると。今日に至ると、はい、なんで、まあ、軽くね、車の方プラドどんな感じかっていうのを紹介しつつ、まあ、主にカズさんに話聞きながらねやっていこうと思います。同じ、なんか僕 YouTube 見てたらちょうど同じぐらいの時期に多分 YouTube お互い始めてるんで、この辺もねちょっと詳しく聞いていこうかなと思います。はい、では行ってみましょう。はい、じゃあお願いします。カズさんの愛車プラド見ていきたいと思います。はい、まあ、チャンネル見てる人はね、はい、ぶっちゃけね、あのそのチャンネル見てもらった方が分かりやすいと思うんですけど、でもあれですかね、ガンチャンネル見てる方は、はい、こんな知らねえぞってなってる感じですかね今誰やまあもし思ってる方いればね、あのチャンネルの URL 、はい、あのリン概要欄に貼っておくので、そのリンクからぜひ、はい、そうですね、はい、飛んで登録、チャンネル登録お願いします。はい、お願いします。ちょっとプラドメインで、プラドメインで投稿してるんで、はい、プラドに興味ある方はちょっと見てみてください。そうですね、はい、ある意味そうですよね、僕はハイラックスですけど、こちらのカズさんはプラドですからね。そうですね、ちょっと特化型で、はい、特化型でまあ同じ車種は違えども、まあ同じような感じで。そうですね、まあ、4区仲間で。はい、じゃあちょっとね、車の方も軽く紹介していきたいと思います。はい、はい、じゃあお願いします。これはプラドの後期型ですかね。そうです、150後期ですね。改良前の方で、はい、まあ、後期が出て、まあ、すぐ買ったみたいな感じのやつ。そうなんです、はい、一回改良されてるんで。あ、はいはいはい、はい、以前なんかモデリスタのエアロパーツつけてましたよね。そうですね、買った時は、はい、あのモデリスタのエアロつけて、はい、20インチのアルミで、割となんだろう、シティ派じゃないですけど、ちょっともともとその下げが好きだったんで、はい、まあ、当然こっちもエアロつけるだろうみたいな感じで買ったんですけどただちょっと乗ってみたら、ちょっとこれは河原に行けないぞとなって全部取っ払って、はい、こんな感じになりました。これが、まあ、プラドのセオリーというか、はい、やっぱり結構こういう車高リフトアップする人の方が圧倒的に多いですもんね。あ、でもどうなんでしょうね、結構割と半々ぐらいなのかなと思いますけどね。ローダウン組も結構いる。ローダウン組でエアロつけてる方もいますし、はい、まあ、どっちもね結構かっこいいんで、はい、まあ、僕もそっち好きでやってたんで、でもこっちもいいかなと思ってこっちになってるんで、どっちもいいんじゃないかなと。あ、はい、いいですね、お互いそれぞれね。そうですね、良さがあって、はいはい、じゃちょっとねフロントから軽く見ていきましょうか。はい、はい、こんな感じでもう威圧感マックスですね。はい、そうですね、乗ってる俺は身長が低く、あの威圧感全くないんですけどそんなことないですよでホグランプはこれどちらのになるんですかね。はい、これはオークスビームのホグランプですね。あ、結構有名なやつですね。はい、かっこいいっすよね。なんかそうっすね、上部はカットレンズ入ってるのかな。あ、こっちはそうっすね。そうですよね、こっちはあの普通のやつで、これ白と、はい、あのイエローレンズ切り替えられて、僕は黄色つけてるんですけど。かっこいいっすよね、これ。ハイラックスでも確か前期型の方だとサイズあってフォグランプに埋め込むことできるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。前、はい、後期型で同じやつ試したら、はい、つかなかったんですけど。そう、後期型だとサイズちっちゃくなってるんで、はい、おそらく多分これだと入んないんですよね。そうですね、全然大きかったです。そう、あれがなんで前期型ですかね。つくんですか。はい、つくみたいです。加工ちょっと必要なんですけど、つけてる人は見たことあるので、はい、あ、そうなんですね。はい、その辺ももしねあれば、あの、はい、今後 EC サイトもやれるってことだったので。あ、そうですね、はい、はい、ぜひぜひお願いしますぜひ、はいまあ、チャンネルの方を見てればね分かるかと思います。はい、で、あとこれねプラドに関することなんですけど、はい、僕すごいプラドのが好きなのがこのボンネットなんですよね。ああ、これですか。そう、それハイラックスにないとこで。これちなみに僕も結構好きです。そうなんです、そうなんです。このプレスライン。そう、プレスラインが超好きで、これは確かに運転席からも見えるし、はい、まあ前外から見ても結構わかるんですけど、はい、この純正のプレスラインは結構好きですね僕も。これって中期と前期にはないものですもんね。中期と前期はないですね。ないですね。後期から一応こういう感じになって、はい、かっこよくなったというか、ボンネットは。そうですよね、はい、これランクル200と200の後期と300もこんな感じですね。300と200もそうですね。そうですよね。70とかもやっぱプレスライン入ってるから。そうなんだ。なんかそれをなんかイメージしたのかな、わかんないですけど、かっこいいですよね。僕もこれは、ね、はい、プラドの一番好きなところ。あ、確かにいいですよね、はい、なんですね。あと縦型グリルですね、はい、この純正ですね。これもかっこいいですよね。塗ってるだけです。はい、これちなみにカメラは、はい、後付けでつけた感じ。これ純正ですね。あれ、純正のオプションとかですか。オプションなのかな、はい、ナビで
ナビがキーコネクト、あ、そうですね、メカオプションナビなんで、はいはい、なんでフロントとサイドとリア4つ、1、2、3、4つカメラもともとついてます。絶対リフトアップする人つけといた方がいいですよね。あ、まあ確かにそうですね。もう今は中古車しかないですけど、はい、確かにカメラで見れると便利なんですけど、はい、今後プラド買う人は絶対このカメラついてる方がリフトアップの時楽です。そうですね、はい、車高ちょっとでも上げるとカメラ必要になってくるので、うん、ハイラックスはそうなんですよ。あ、プラドはどこまで大丈夫か分かんないんですけど、でも結構意外とあの直前直差ですよね、はい、あれで引っかかるパターン多いんで、ですよね、あった方がいいと思いますね。ですよね、はい、今後もしハイラックスからプラドを買える方はねはい、ではちょっと横に回っていきましょうか、はい、はい、こっち側ですか。はい、そっち側で大丈夫です。はい、やっぱりねこの足回りメイクと思います。はい、このホイール、タイヤホイールもそうなんですけど、オーバーフェンダーもどちらのものになります？これはあのロードハウスさんのカディスっていうところ、あ、カディスっていうメーカー、はい、ブランドですかね。ハイラックスのパーツも結構出してます。あ、出してますね。あとラブフォーとか、はいはい、結構 SUV 系出てると思います、うん、デリカがでも有名ですね。そうなんですね、はい、へ、結構分厚いですね。45mm ですね。 45mm、はい、構造変更必要ですね。そうですねあのこれちなみに全部あの車検通ってるんで、あ、ちゃんと、はい、公認者ですね。公認者です、はい、ディーラー入ってます。ディーラー入ってます入れんのかディーラー、はい、次は、タイヤですね。タイヤ、これサイズ何本になります？これは35の 12.5 の17インチですね、はいはい、加工はどれだけしてますか？加工は、はい、ボディ側の意外とフロントは加工、インナーフェンダーはあるじゃないですか、はいはいはい、ちょっと前にしてるだけ。うーん、で後ろはこれマウントここまであったんですよ、はい、これぶった切って、はい、上に移設してますね。わ、上に移設してる、はい、え、溶接してるってこと？あ、そうです、これ、これがそうです。これがここについてたんですよ、はい、マウント、こうバスッと切って、はい、でここに溶接してる感じですよ。わー、マジか。あ、ここまでやってると思わなかったじゃないと35は入んない。切り方次第ででも入ると思うんですね、切ればすごいっすね。だけど僕の場合これボディリフトなんで、はい、あのロードハウスさんでこれもやってるんですよ、はいはい、なんでまあ2インチ上がってて足で、はい、でボディリフトで4インチなんですよ、はいはい、でそのもうボディリフトの仕組み自体がこういうものなんで、はい、こうなってるっていう感じですね。あ、それ入れるとまあこういう加工が必要になるって感じなんですかね。このロードハウスさんのボディマウントアップだったかな、はい、なんかそういうもう組み込むとキットみたいなになってるんですよ、はい、それやるともう こういう感じになる。まあえぐいな、カスタムの仕方がサスはあれですか、あのこれショックは純正ですね。ショック純正、はい、あ、塗ってるんですか？スプリングだけはあ、そっか、リフトアップコイルで、はいはい、これもあのロードハウスのカディスですね。すごいな。これで2インチ。これで大体2インチですね、まあ、正確にはフロントが60、はいはい、フロントが60、はい、リアが 30mm、はい、スプリングで上がってて、でリアだけスペーサーでプラスいつだったかな、 50mm のスペーサー入ってますね。だから 60mm、はい、リアが 80mm、はい、プラスそこから4インチ上がってる感じです、ボディリフトで。すごいですね。前後これタイヤも、タイヤの分入れたらもっと上がってると思う。あ、タイヤの分入れたらもっと上がってますね。すごいですね。やっぱりね、車高結構高いっすよね。まあやっぱりあれですよね、あの僕が身長低いからちょっと車だけでもどうにか伸ばそうかっていう、そういう心理があったんですよ。ちなみにこのホイールは、はい、SCS ですかね。あ、そうっす、あの有名なやつですよ、ね、SCS ですね。これってビートロック調ですか？そうっす、ビートロック調です。見た目はビートロックなんですけど、はい、ガザリダミーです。すごいなんかね、おしゃれでかっこいいですね。結構でもこのホイール履いてる人は結構見ますね。プラドより多いっすよね、はい、ハイラックスもたまに結構見るかな。ハイラックスって6ケツですか？はい、あ、ハイラックス6ケツですね。同じホイールいけちゃうんですかね。多分同じホイール加工すれば、車体側を加工すれば多分入ると思うんです。あ、物自体はじゃあ、はい、本付けできちゃうんですね。多分できると思います。かっこいいっすね。じゃあちょっと車体の、はい、この横、はい、サイドステップは純正。そうです、これは純正ですね、うん、なんかサイドステップとか今後、あ、サイドステップは開発予定とかあったりするんですか？今ちょっとロックスライダー調なのをちょっと試作してる段階で、はいはい、まだでもちょっとあれですね、優先順位的には結構時間かかっちゃう感じなんですけど、じゃあ今後です、ね、まあ、今後ちょっと作れていけたらなっていう。プラドの専用設計ってことですもんね。
プラドですね、はい、この純正と交換そのままポン付けで交換するみたいな、一番ユーザーとして嬉しい、はい、そういうのを作っていけたらなとは思ってます。これ外しも楽ですもんね、サイドステップ。あ、サイドステップ楽ですね。ボルト 1,2,3,4,6 個ぐらい。そうですよね、はい、取ればすぐ取れちゃうんで、はい、気になる方はね、ぜひあの EC サイト今後、はい、立ち上げるってことなんで、はい、あのチャンネルの方カズさんのぜひ見てみてください。はい、お願いします、はい、あとはこのルーフラックとルーフテント、はい、よくあの YouTube でキャンプの時に広げてるものですね。そうですね、はい、ラックの方はこれは ARB のアルミのフラットラックです。はいはいはい。でテントの方は、GIWORKS のテントの、まあ、2種類あるんですけど、サイズが大きい方になりますね。あ、じゃあ結構やっぱ大きいんですね。なんか車体から ね、 ね、結構本来これ、ね、あの、はい、ちっちゃい方がかっこいいんですよ。今めちゃうなずいてましたねだけどあの家族ではちょっとね、あのちょっと狭いかなっていうのがあって、うんうんうん、大きい方にしたんですけど、うん、ただビジュアル的にはやっぱちっちゃい方がいいですね。あ、見た目的には、見た目的には機能的にはね、機能的にはもちろん大は小を兼ねるみたいなものがありますからでかい方がいいですけど、見た目的にはちっちゃい方をおすすめします。ちっちゃい方、はい、まあ何でもそうですよね。そうですね、はいはい、ただね、こう家族いる方とかね、ルーフトップテント検討してる方、こちらもなんか取り扱いとかあったりするんですかね。あ、これも一応、はい、一応取り扱いさせて、はい、今後取り扱うっていうことだったので、はい、気になった方、ハイラックスにもねラックつければ、あ、そうですね、このテント自体はもう車種問わずというか、うんうんうん、特段ルーフロックの上に乗せたりとか、あのベースキャリアでしたっけ、あの上に乗せたりとかなんで、はい、車種専用ではないので、どんな車種にも一応つけられる、つけられるということです。ただ屋根が結構丈夫じゃないとあれですけど、はいはい、まあ純正でルーフレールとかついてるような車だったら、うんうん、まあ、いけるかな。いける、はい、四駆だったり、まあ、ジムニーだったり、何でもいけちゃう感じですね。まあ、そうですね、要するにラックがついてれば、ラックがついてれば、はい、重さに耐えられればってことですかね。そうですよね結構何キロぐらいあるんですか。これで確か70はないですけど60何本あるんで、やっぱそんぐらいありますよね、はい、なんか屋根が弱い車だと、はい、やっぱりちょっと変形しちゃうじゃないですか、なんかあるみたいなんで、ですよね。これって上にキャリアになってるんですか、上って。そうです、これはホネットの上にさらにルーフラックが積まれてて、へー、なんで天面に、はい、普通テント乗せたら天面のその荷物乗せれなくなっちゃうじゃないですか。なんですけど、この場合は一応この上にもコンテナとかなんか乗せられたりするんで、すごいですね、はい、積載容量を落とさずにテント つけられる、そんなやつですね。結構画期的なアイテムですね。そうですね、まあオプションになっちゃうんですけど、はい、いいですね。なんか結構後ろもすごかったですよね、プラド。後ろはリアラダーがついてるぐらいですかね。こっからチラッと見えるウィンターマックス。あ、それはあれです、僕があの冬によく着るやつ。よく着るやつ、よくチャンネルで着たやつですね寒い時にちょっと羽織るっていう。オフロード大体行ってる。そうですね、これ結構暖かくてちょっと便利なんでかなり重宝してますねなので冬タイヤではないはい、じゃあちょっと後ろ行きましょう。はい、後ろですね、やっぱりね、ハイラックスと違いますね、後ろ、当然ですけど。そうですね、確かにトラックとは違いますね、はい、はい、このね、リアラダーっていうんですかね、はい、これがすごいね、ハイラックスには絶対つけれないパーツに気にはなってたんですけど、はいはいはい、はい、これもちなみにあれですよ、ロードハウスさんのカディス。本当ですか、はい、カディス仕様ですか。カディス一発目にあの、はい、いろいろカスタムしに行ったのがあのロードハウスさんだったので、はいはい、カディスのもの確かにいっぱいついてるんですよ、うんうん、そうなんです、ね、はい、スコップは後付けで付けた。あ、これはそうですね、これ自分で作ったスコップホルダーに後付けです、はい、うん、これ単管のやつですね。そうです、単管のやつですね、そしてなんか結構使ったであろうこのサビがまたいい味出してます、ね、あ、そうですね、なんだかんだ結構これ使いましたねオフロード行き過ぎですよね、そもそもでもあんま別に好きではないんですけどね、はい、大体チャンネルの半分ぐらいオフロード動画、イメージオフロードじゃないですかね。まあやっぱすごい瓦が似合うなと思って。まあ瓦好きではないんですけどね、やっぱりあの瓦系 YouTuber かなってよくないことが起きそうなんで動画で以前見ました、はい、あ、これマフラーも、あ、これマフラーは、はい、初期の名残で、はい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 、これモデリスタの純正マフラー、やっと出てきましたね、はい、これだけは、はい、そのままなんですよ、モデリスタ、ここはこだわりポイント。いや、こだわってはなくて、はい、単純にこれ買えるとなると純正マフラー買わなきゃいけないんですよ純正マフラーはい、純正マフラーもう納車時にその全部あれになってるじゃないですか、はいはい、
だから捨てられちゃっていて、僕の受精マフラー返してもらえなかったんですよ、ディーラーに。普通渡しますけど、ね、はい、いやもう全部ですよ、取り外したパーツはなかったんで、多分僕がいらないって言ったんでしょうね。ああ、多分そうだと思いますなんで一応もうこれは買わなきゃいけないですから、そのままになってですよ、はいはい、やっと出ましたね、あの、そうですね、納車当時のもの、はい、僕も最初カズさんの動画見たチャンネル、モデリスタのなんかいらなかったパーツみたいな紹介見てる気がするんですけどこれは別にいらなかったっすね。これそうっすね、あの外すやつかな、確かエアロ、多分そのカズさんの初めて見た動画がそのモデリスタのエアロを外すって確か動画だったんですよ。マジっすか、あれめちゃくちゃ大変でしたよ。ああ、ですよね、はい、逆に一番あれで感心したのは両面テープすげーってことですねすごい大変そうです。あれネジいらず両面だけでもエアロってつくんだっていうぐらい強烈な、多分 3M かなんかの両面でつけられてましたね、はいはい、まあそうですよね、はい、でも唯一こいつだけは残したって、こいつだけは残ってます、うん、まあダブルだし、はいはい、まあそんなに見た目もねあれなんで、本当はだからカットしてこの辺ぐらいから出したいんですけど、そうですね、ちょっとここだと場所が、そうですね、まあ、見込んだしかっこいいっすよね。まあ純正に戻すのとそんなに変わらないから、うん、まあ、とりあえずこいつはこのままキープ、はい、でヒッチメンバーはこれグローバルタイトのやつです。あ、そういうメーカーなんだ、はい、そうです、これ千葉の、あの千葉県にあるメーカーで、はいはい、ちなみにこのグローバルタイトのヒッチメンバー、はい、2本目なんです。1本目は1本目はモデリスタの時のやつ、はい、モデリスタエアロついてるじゃないですか、はい、だからもっと下につくんですよ、エアロ分があるんで、エアロ分より下がつく、はいはい、なんでエアロについてるヒッチメンバーをエアロ外しちゃうとクリアランス開いちゃうんですよ、はいはいはい、なんで純正タイプのものをこれ2本目なんですよ。あ、そうなんですね、はい、へ、これ2本目だそうです。ただ2本買うぐらいなんか丈夫そうで、はい、おすすめ、へ、このグローバルタイト、そうですよ、はい、ワンピースで一個もんなんで、うん、結構あの牽引したりとか、はいはい、まあ、はまった車をね、はい、あの引っ張り出すのにバーンとこうしゃくるみたいなのをやってきましたけど、丈夫で結構お気に入りですね、これね。そうですよね、はい、それで砂浜でなんかスタックしたサーファーみたいなちょっと女性がスタックしたんでそういう時にもやっぱヒッチメンバー必要。ヒッチメンバーそうですねハイラックスにも多分ヒッチメンバーつけた方がいいぐらいのレベルなんですよね。あ、チェインロープ後ろ引っ掛けるとこうリーフぐらいしかないんで。あ、はいはいはい、はいはい、なんでハイラックスユーザーにもこれは伝えたい、はい、ヒッチメンバーは、はい、結構キャンプ行ったりもするんですけど、ここにあのヒッチカーゴつけたりとか、うんうん、まあ、これ今シャックルがついてますけど、うんうん、なんかいろんなアタッチメント、まあ、自転車乗せたりとか、はい、なんかいろんな便利アイテムつけれるんで、これはこれでなんだトレーラー引っ張る引っ張んない関係なくなんかいいパーツだと思いますけどね、うんうん、そうですよね、はい、この辺はねやっぱりちゃんとしたものをつけたいところがありますよ ね、 そうすね。あと意外といいのがお風呂に行った時に、はい、あのバーンってやっぱ当たる時があるんですよ、はいはい、こいつがしっかりガードしてくれるっていう本来だったらバンパーとかが行っちゃうんでしょうけど、ここで石とかにバーンって当たって、あのこいつがガードになってくるんで、はいはい、意外とその辺でも助かってますね。こいつプラドはもともとクリアランスソナーがついてるんですね。あ、これ純正ですね。あ、純正ですよ、ね、はい、ちなみにグレードは TXL 内装レザータイプ。あ、そうです、 TXL のディーゼル、ディーゼルになりますね。ハイラックスディーゼル、そうですね、はい、ディーゼルのみになります。結構音聞くとねプラドもあガソリンだった時とかあります、ね、あ、そうですねガソリンはね音いいんですけど、ディーゼルは変わんないですからね。そうですね、はい、まあ見た目ですね。うん、あと僕のプラドの好きなところ、はい、このテールなんですよ。あ、純正テール、はい、かっこよくないですか。テール欲を言えばここはあれです。なんかここだけが、はい、あのあれなんですよ、なんですかファイバー、はいはいはい、ファイバーっていうかそのアクリルみたく光るタイプで、うんうん、ここがなんかちょっとねあんまちょっと物足りない光り方するんですよね。わかります、わかります。あの、はい、なんだろう、これ多分ハロゲンですよね。ですよね、白熱球で多分そうだと思うんですよね。なんで多分あのちょっとね昔のテールランプみたいな、そんな感じがするんですよ、はい、LED でねバッチリ発光してもらうとね。後期は、はい、あれですよね、全部このあ、そうですそうです、あれになってますよね、はい、まあ、そういう感じが良かったですよね、よく言えばまあ個人的には僕すごい好きですよね各所にね黒が入ってる感じのテールランプ、はいはいはい、はい、これもね今後カズさん多分あの開発してくれると思うんでちょっと電気まではちょっとまだ手が回らないかもしれないですけどねまあそうですよね、はい、はい、
じゃあちょっと反対側に回ってきて、はい、こちらはこれですか？ついてるの、はい、これはサイドオーニングです。あ、サイドオーニング、とうとう来ましたね、はい、270度の、これも GI ワークさんの。あ、はい、270度っていうと、あのシルバーラード乗ってる、あ、ダニさん、ダニさんもそうですよね。そうですね、ダニさんのでも確かダーツのやつで、はい、僕のはこっから、まあ、こっちまでなんですよ。はいはいはい、270か270、こっからでも、うん、角度的には同じかもしれないですね。結構ね、あの幅広くね。そうですね、雨の日とかも、はい、キャンプ楽ですよね、まあ、出しやすいんで、うんうん、まあ、この前には ARB のサイドオーニングも使ってたんですけど、はい、AR、まあ、一人で立てるのはやっぱこっちの方が楽ですね、うん、自立してくれるんで、うんうんうん、まあ、楽は楽ですね、はいはい、もうすごいですね、キャンプ仕様ですね。まあ、そうですね、まあ、割とやっぱせっかく4駆乗ってるんで、そうですね、そのキャンプとかもアウトドア結構楽しんで、はいはい、いいなと思って始めて、まあ、ちょっとハマったというか。そうですよね、はい、そっからやっぱ YouTube 始めるきっかけでもあります。いや、実はあれなんですよ、キャンプ始めたのは YouTube 始めた後ですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ YouTube きっかけで逆にキャンプを始めたような。あ、そんな感じです、うん、はい、すごいですね、はい。車も今後どんどんね、カスタムされたりとかはする予定とかも。カスタムはでも今後はあれですかね、なんか次はバンパーですかね。バンパーですかね、フロントバンパーですか、ね、その辺行くしかなさそうですよね。流行ってますよね、フロントバンパーもね。そうですね、だんだんやることがなくなってくると、まあそうですね、バンパーか、はい、バンパーかな、完成されてます。